みんな一緒に大きな木を作りましょう。はい、はい、大きな木の下で、はい、はい、よく遊びましょう。はい、大きな国の木の下で、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。で同様から始まりました JCC でがお送りする日本全国 MTK チャンネル、さあ盛り上がってまいりました。 JCC MTK チャンネル、ね、日本全国の健康経営の専門家の方々が毎回ご登壇いただいております。今日はなんと大阪のリージョナルエージェントになりたての、ね、木下さん、ようこそいらっしゃいました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ松尾さん、インタビューお願いします。有名な木下さん、ありがとうございます。ありがとうございます。有名になってますか。はい、有名になっております。ありがとうございます。はい、本日インタビューをさせていただきます松尾でございます。今日はよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、皆さんいつもベタでご質問してるんですが、あえて木下さんに3つご質問を用意させていただきました。よろしいでしょうか。心のご準備は大きな栗、あ、いいです、それもいい。では参ります。1つ目、自己紹介と本業の強み、そして、新たに RA ですね、リージョナルエージェントになられたということで、その初心表明演説じゃないですけど、何か今後の展開を、こういうふうにやっていきたいなっていうのをおっしゃっていただきたいと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、私は大阪で健康サポートサロンパラマナンダっていうのを経営しております。そして心と体の免疫力アップということで、健康アドバイザーとしてアーユルヴェーダ、中国の生態、薬膳指導、そして健康体操を融合させて、お一人お一人の健康の不調のもとを改善していく、そんな健康サポートをさせていただいてます。はい、私はかつて人生の大きな苦難がありました。うん、その苦難の中で体を壊してしまい、もうそんな苦しみの中でもがいている時に、インドと中国、上海への留学の機会をいただき、臨床医学の学びの道のご縁をいただくことになりました。そのおかげさまで心と体の健康の自立をさせていただきました。そのご恩返しをしたいなと思って、多くの方の健康で笑顔になっていただく、そういったそれが天命と思って日々の活動をさせていただいてます。私たちのファームの理念は、感謝と貢献、自分をご機嫌にということで、健康で笑顔があふれる世の中にという志を同じくする仲間とともに、皆さんの健康経営のお役立ちの活動をさせていただいております。まずは地元の大阪をご機嫌にということで、なんと先ほど言っていただきましたが、この度大阪のリージョナルエージェントになってしまいました。あはい、大阪が本当にキラキラ輝くために精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。あ、こちらこそお願いします。はい、はい、素晴らしいですね。ありがとうございます。おめでとうございます。では2つ目のご質問、はいはい、出させてください。時間がありますね。よっしゃ、はい、こんな感じで、その私が持ってるコンテンツ、これを皆さんにあの受けていただいたりする中で、健康経営を、まあ、導入していただくことによって、社長さんご自身が健康で明るく、そして従業員の皆さんや、さらにその家族の皆さんが健康になっていただく、そんなプレゼントをなんか社長さんがしていただくって素敵だなって思っています。いいですね。その結果業績が上がると、もう、でもみんな全てが地球もご機嫌になっちゃうんじゃないか、そんな風に思っております。もうそういったことを考えると、枠が止まらない状態になっておりますなので本当に大切な社長さんがまずキラキラと輝いて大阪のスターになっていただきたいと思っております。はい、ぜひ導入していただければ嬉しいなと思っております。はい、ありがとうございます。
はい、では、2つ目のご質問ですね。今の2つ目やったんですか？これが2つ目のご質問。あ、そうです。はい、今2つ目でした。先走ってしまいました。すいません。ありがとうございます。では、3つ目のご質問ですね。健康系導入を迷ってらっしゃる経営者の方、いらっしゃいます。はい、おそらく全国でこの YouTube をご覧になりながら、検索サイトから入ってこられる方も多数いらっしゃいます。そういった方々に一抹の不安からか一歩、迷ってらっしゃる方がいらっしゃいます。ぜひそういった方々に、木下さんの方から熱いメッセージで、安心感を与えていただくメッセージをいただければと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、私は笑顔は健康のバロメーターと思っています。やはりその笑顔があふれる社会、笑顔があふれるワクワクな会社、だからそういう会社を どんどんいっぱい増やして、なんか見ていきたいなって思います。なので、本当に今私とご縁をいただいた社長さんも、社長さんの会社さんも本当にそういった笑顔あふれる会社になっていただきたいと思っていますので、このご縁をいただいたのを本当に大切に育てていく意義、そして一緒に大阪を地球をご機嫌にしたいなと思ってますので、ぜひこのご縁を本当に大切にしていただければ嬉しいなと思います。迷うよりも何よりも一回やってみたらいいんじゃないかなって本当にそう思います。何でもやって無駄はないと思いますので、そうですね、ぜひ本当にご縁を大切にさせていただきたいと思っております。よろしくお願いします。いただきます。はい、ありがとうございました。今日のご質問以上となります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。木下さん、ね、同様セラピーから始まってね、いいですね。はい、はい、今日はパワーポイント使ってありがとうございました。ちょっと間違ってしまいました。いえいえ。では松尾さん、木下さん、最後、はい、あれで締めたいと思いますので、あれでいきましょう。同様セラピーじゃなくてあれですね、はい、あれです。はい、では、木下さん、そうそうそう、ご準備よろしいでしょうか。はい、では参ります。はい、みんなで楽しく健康系。はいはい、ありがとうございました。はい、チャンネル登録、動画の拡散、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。今日はありがとうございました。木下さん、ありがとうございます。